ニュースポストセブンです。東京下町の住宅街を並んで歩く眼鏡に白マスク姿の男性と細身でスタイル抜群の美女。夕暮れ時に子連れで焼肉店を訪れたのは林家三平さんと国分幸子さん夫妻。約5年半出演した落語番組笑点を昨年12月に卒業した三平さん。久しぶりにゆっくりできる時間を家族水入らずで楽しんだようです。笑点では座布団10枚を獲得できず、バラエティ番組に出演した際もいまいち弾けきれなかった三平さん。これから再びファンを沸かせてくれることに期待です。ニュースポストセブン。